はい、こんばんは、フェマルでございます。今日はですね、福井市の大見トンネルっていうところの紹介となります。一見見たところ、それほど何の変哲もない、まあ、新しいいいトンネルだとは思うんですけども、こちらのトンネルは実はですけれども、2010年に改装されております。そしてこのようにでかく見えますけども、本来は一車線半ぐらいの小さいトンネルだったと思います。そしてなんとなんとなんですけども、こちら本体は明治の35年開通という古い歴史を持つトンネルであります。その明治にできた後に素掘りのトンネルができた後、昭和35年にもう一回改装がありまして、その次に2020年に大改装でこのようなでかいトンネルになりました。で、全然面影がないんですけどもですね、この風体からまあその明治の姿っていうのは計り知れないとは思うんですけども、それが分かるところがあります。それが旧道というか伊勢隧道だったらしいものがあるらしいですね。今あちらの新しいトンネル脇にこのような穴がありますね。まあ確かにこれでも方向的にね、あそこ国道で振動はこう向かってるんですね。でこのトンネルに関してはトンネルだと思うんですけど、この方向に向かってます。まあ確かには地図上で見たら方向的に合ってるんですけども、ちょっととりあえず行ってみましょうか。よいしょ。あーでもちっちゃいね。このトンネルを作り出したのが明治の25年とかかな、から始まって作られ始めたんだそうですけども、これは完全に確かにこれは人工的なものだとは思いますよね。波で削られたようなその作りじゃなくて、うん、見たとここれは人工的な作りだと思います。向こうの現在のトンネルから掘る前に作られようとしたトンネルなのかどうかは微妙ではありますけども、なんか微妙なんだよね。こっちへ作ろうというあんまり意図がわからないという、こんな端っこに作る必要もないんじゃないかなと思うんだけど、でもこの穴の利用意図もわからないし、でもトンネルとして作ろうとしたんであれば、先ほどの海トンネルの原型というのはこういう形だったということでしょうね。ここに掘る意味がよくわかんないんだよな。高校からこちら出てきまして、こっちの方がどうなってるかやね。あーすげえな、こっち。これはどうなんだこれ。で向こうに反対側にも穴があるんですよ。ただ塞がれてはいるんですけども、方向的には合ってるんだよな。なんでこんなギリシャを攻めるかね。ちょっとそこまで謎でございますな。はい、そして反対向やってまいりました。この反対向ですけど、こちらの方のここにまたあるんですよ。じゃあこの葉の今のトンネルからこちら、これですね。あそこにぽっかりと穴が開いてた跡であろうものでブロックで塞いでありますけども、ここを渡っていきましょう。結構高さあるからな、これ10メーターぐらいあるのかな。これ実は高所恐怖症なんです。こういうとこは苦手なんですよ。普段あんなことしてるけど、あでもなんかこれは入れないか、入れないっていうか、これはどうなんだ。これは無理か。ああまあまあいけなくはないか。はい、じゃあここで一分止まりますわ。怖っ、違和感の塊でしかないですよね。僕の感覚で言うとこれはどうなんかな。でもここにこの穴作る意味もわからんですね。もともとは何かあったのかな。ここ怖いですよ。ああちょっとここ怖い。ちょっとずって、ここマジまずい、危ない、危ない。だからここにこんなところに作る意味が分かんないんですよね。もともとここが地べたがあったようにも思えないんだし、か削っちゃったのかね。ほんで何があるんでしょうね。これちょっと危ねえな。マジでちょっとね、脆いんでね。
ちょっと両手使う、三脚使う、危ない。ペン固定します。ちょっと両手使うと危ない。今この反対コートを回るところからこっちに向かうとこのような状態です。護岸とか作ってるからなんか改良はしてるんだと思うんですけど、このわざわざこの端っこ作るかなと思うんですよね。でこれあかんの、あいた、めっちゃ船淵出てきた。怖。ちょっと覗かせてもらいます。なんだこれ。でも人工、うわめっちゃいる、海ゴキブリ。ちょっと入りはしませんけど、めっちゃくちゃかまど馬やらいる。気持ち悪い。あー、船越しの家だこれも。なんかこれでもこの作りなんかあれじゃない、なんかお地蔵さんがなんかと、なんか祀られたような感じにも見えないな。なんか祭壇っぽく見えますね。なんかこっちもでも人工的に作ったようなもんですね。はい、失礼しました。ちょっともうあんま長いこと開けません。怖いんですよ、こんな状況なんですよ。だからこの場所にこれでも古くからあるような感じなんだよね。トンネルなんだろうか、トンネルの未成トンネルなのかな。これは正直答えわかんないや、マジで。僕がね、まあ、素人目に見て工事するんでしたらこんな端っこにこんな際どいとこを作らないと思うんだよね。これは正直地元の人じゃないとわかんないやこれ。それではこちら近江トンネルですけども、こちらのトンネルは明治の35年にできたトンネルが昭和35年に拡幅されて新しいトンネルになった上に、その時は 5.5 メーターぐらいの福音だったと思うんですけど、それが2010年に11メーターの福音まで広げられました。そしてこちらが幻のトンネルだったかどうかっていうのは定かではないかもしれませんけども、まあその当時こちらのトンネルのできた頃っていうのはこういう佇まいったんだなというのが伺い知ることができたんで良かったと思いますよ。あのトンネルがこのように立派に改造されるんですねってことですよね。あ、それはそれでロマンかなと思いますんで今回は良かったと思います。はい、じゃあそういうことで今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。ありがとうございました。